これがね、意外に歌う前にね、だいぶ前の歌なんですけど、まあ、その前にあの鐘を鳴らすのはあなた歌って、でそのあの鐘の時去年はあなたとか一緒に合唱したんですけど、はい、夢っていう歌、私はすごい好きな歌でね、でみんな夢持ってるかとかって言ったら、割とはーいっていうのと、おーじゃなくてはーいっていうのと、割と静かだったんですよ。あれ正面から夢持ってるかって聞かれると、みんな一瞬、あれだろって思ったんでしょうね。でも本当に私は思ってるの、あのちっちゃい夢でもいいし、で人に言えない夢でもいいし、とにかく持ち続けて、今ほら日本ややこしいじゃない、いろいろ大人のやってることが。だからあそこに集まった若者たちで、なんか夢のある日本の国にしてほしいなっていうのを込めたら、幸せです私。